今回紹介するのは、TikTok で人気を集めている夏目鈴さん。2004年7月31日生まれ、東京都出身。現在、現役高校3年生です。先日1月30日にヤンマガウェブの企画、ヤンマガアザースに登場し、早くも5万回再生を超えて注目を集めています。そんな夏目鈴さんは、TikTok のフォロワーを35万以上抱え、 人気のあるインフルエンサーであることに間違いはありませんがグラビアアイドルとして活躍を始めたばかりなので情報が少ないのが現状です夏目鈴さんの過去の活動を調べていくと2021年女子高生ミスコングランプリに出場していることが分かりました関東エリアの SNS 投票では TikTok いいね数1位を獲得するなどその当時から圧倒的な人気を集めていたようです 夏目すずさんは現役高校生ということもあり、どこの高校に通っているんだ、と気になる方もいるでしょう。TikTok や Twitter には、制服姿の可愛い写真がアップされていますが、どこの高校に通っているかは語られておらず、写真からも判断することはできませんでした。しかし、ヤンマガウェブの企画、ヤンマガアザースに登場した夏目すずさんの姿は見逃せません。 黄色い水着姿のまま温泉に浸かりアヒルたちに囲まれながらの笑顔はまさに天使です初めての水着姿での撮影のようで緊張している夏目すずさんは初う々うしくてたまりませんねカップ数などは公表されていませんが見た限りなかなかのものを持っているようです人懐っこそうな笑顔が何とも可愛らしくこれからもファンはどんどん増えていきそうですよね現在は TikTok をメインに活動していますが 今回の出演をきっかけに活動の幅もどんどん増えていくでしょう。2023年4月には高校を卒業して、現役女子高生ではなくなってしまいますが、今後大人の夏目すずさんの活躍も気になるところですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、話題の女優やアイドル、モデルなどを厳選して紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。